それではね、ここから第2部やってみたいと思いますけれども、まず、お便りをいただきましたのでね、ご紹介したいと思いますね。お名前、N443 さんから、お便りをいただきました。久々です。メッセージ、大げさでも自慢でもなく、そして決して自慢にはならない、売れっ子芸人のように日本列島を飛び回っています。なるほど、大げさでも自慢でもなく、日本列島を飛び回っています。移動は疲れるし飽きたわと思いながらも、今まで足を踏み入れたことのない場所に行くのは、ワクワクするものです。特に方言はいい、距離が縮まった感じがします。なるほど、名古屋弁は分かりませんが、そんなことないでしょ、あなた名古屋にお勤めだからね、周りは名古屋弁の方多いと思います。名古屋弁は分かりませんが、純くんは意外に名古屋弁ですよね。そうですね、まあ名古屋弁ですね。今喋ってるのが、これが何弁なのか、まあ標準語にちょっと近いおしゃべりをしているのか、ちょっとよく分かりませんけど、まあまあ、気楽に話をしたりするときは、何とのとかね、こんな風なことになりますから、まあ名古屋弁ですよね。意外に名古屋弁です。まあ多分ね、アクエリアスの頃はちょっと気取ってたんでね、おめえは何とんだみたいな、そんなことは多分言わなかったと思いますけれども。そしてさて、先日神戸に出張した際、ちょうど三宮あたりでランチをしようとフラフラ。なるほど、しゃらくさいですね。そうだ、チキンジョージへ行こう。かっこ JR の CM 風。そうだ、京都へ行こうっていうのがありましたけども。そうだ、チキンジョージへ行こう。確か三宮だったな。三宮ですね。大都会三宮のね、本当に駅降りてちょっと行ったとこですよね。ネットで検索すると駅からも近く、ついでにノリカと陣内が結婚式をした生田神社も行こう。いやいや、そこじゃない。チキンジョージと生田神社はすぐ真向かい同士ですね。で、震災の時にね、ちょっと後で写真出しますけれども、生田神社のこの屋根ね、神社特有の屋根がありますよね。あれがもうドーンと地べたに落ちてましたからね。そして多分チキンジョージもね、大震災でやられたんだと思います。どうもね、新しく建て替わったようですね。443さんが写真をね、同封してくれましたんで、これもちょっと後でね見てもらおうと思いますけれども、割と簡単に到着。結構ちっちゃいな、どこにステージがあるんだろう。オープン前のお店をキョロキョロしていると、中から店主らしき人が現れた。チキンジョージってん？あ、チキンジョージね、隣のビルの地下だよと教えてくれました。あ、今地下になってるんだ。あの当時はね、確か1階だったと思いますけれどもね。あれ？だってお店の壁面にアルファベットでチキンなんちゃらって。あ、違った。紛らわしいわ。はい、チキンの文字だけで判断して間違えたのは、私です。隣のビル？これ？そこにはグレーの、それはそれは素敵なビル。見逃すほどおしゃれなビルに、馴染んだチキンジョージという、表札。だって、ライブハウスっておしゃれな建物のイメージないじゃないですか。っていうか、いや、ライブハウスは、そうですね、まあ、なんていうんかな、そうかもしれないですね。今夜ライブするであろうバンドのリハーサルの音が、漏れ聞こえていました。すっかり変わってしまっているのですね。そうですね、ちょっとね、写真見てください。まずね、これ。この写真のね、右の方にね、下に降りていく階段のようなものがありますね。手すりがあってね。これがだから、先ほど地下が、会場だとね、入り口だというふうにおっしゃってましたけども、まあ、ここから、下へ降りていって、入っていくんでしょうね。そしてこの、壁面にはチキンジョージとね、お店の名前が、ありますね。そして次。これが、階段の上から下、地下の入り口を見下ろしたところでしょうか。トントントンと降りていって、ここからお店に入ると
ね、もうね、あの当時の、まあ、これはロンリーシーズンさんも見ていただければ分かると思いますけど、当時の建物とはもう全く変わってますね。まあ、当時は確か1階だったと思いますね。あの地下じゃなかったんで、あの建物が震災でやられてしまって、そして、大々的に ね建て替えたんでしょうかね。今のチキンジョージはこんな感じのようですね。そしてこれがお向かいの生田神社ですね。先ほど言いました、この神社特有のこの屋根がありますよね。これがね、ドスーンとこう地べたにね落ちちゃってましたね。震災の写真を見ましたけれどもね、これが、向かいの、生田神社ね、ということでね、この3枚写真をね同封していただきました。そして、ロンリーシーズンさんも行かれた昔のチキンジョージはもうなかったね。そうですね、若干寂しい気もしましたが、昔のチキンジョージも知らないからな。なるほどね、昔もあなたはねチキンジョージは見てないけども、それでもねやっぱ明らかに違いますよね。30年前のね、建物ではないのはもう一目瞭然ですね。でも姿形は変わっても、数十年前デビューしたばかりのアクエリアス、20代の純くんがここに実在し、こんな風景を見ていたのかなと思うと、なんだか不思議な感覚でした。そうでしょうね、不思議な感覚だと思いますよね。なんだか、前々回のユーニャさんは武田に行ってくれたし、あなたはチキンジョージに行ってくれたしね、なんかこうね、昔に思いを馳せる、ね、そんな、お便りがね、来ましたね。昔は東急ハンズもなかっただろうし、空き時間は何をしていたのか、そうだな、何してたんだろう、まあ、リハ終わって本番までの時間は、まあ、喫茶店行ったりちょっと食事をしたりとか、まあ、三宮あたりをうろうろしたりね。ただまあお金持ってなかったですからね、あんまり楽しいことはできなかったと思いますけれどもね。そして、空き時間は何をしていたのか、近くを若干歩くと昭和な飲み屋街もあったりしました。なるほど、生田神社は震災がきっかけかどうかは分かりませんが、新しく美しい派手な神社、震災がきっかけだと思いますよ。これはもうニュースでも見ました。ああ、この生田神社の向かい側に、カメラがパンしないかなと思って、そうするとチキンジョージがちらっとね見えるなと思ってね、そんなあのニュース映像を見てた覚えがありますけれどもね、新しく美しい派手な神社になってたとね。そして、原潤ライブの成功と、家族の健康を祈って仕事に戻りました。潤くんの歩いてきた道に少し寄り道した神戸出張でした。ご清聴ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。貴重なね、写真までね。で、あなたのこのお便りの冒頭にね、日本全国を飛び回ってるというふうに書いてありましたからね。僕はね、旅行記っていうのはすごく好きでね、なんでね、行った先で例えばこんな面白いもの食べたよとか、こんなね風光明媚なとこがありましたとかね、まあお仕事だからね、そんな観光気分じゃないのかもしれないですけど、まあせっかくあちこち行ってるならね、また旅行記をね、ちょっと送ってくださいよね。どこでどこの駅でこんな駅弁だったとかね、そんなの楽しいのでね、ぜひ紹介したいですね。そんなことでね、 N4433 からの、お便りでした。ありがとうございました。それではここで、ちょっと一曲聴いていただきたいと思いますけれども、僕はですね、まあ一応こういう、テレビ放送関係の音楽をずっと、まあ30年以上ね、仕事としてやってきてますからね、まあ著作権みたいなことに関してはね、結構ね、まあナーバスにね、なんなきゃいけないこともあってね、例えば替え歌みたいなのをね、作るときに、この歌は権利が切れてるかどうかね、まあ使っても誰にも文句言われないかどうかっていうのは、例えば、替え歌なんかの場合はね、結構神経質に調べますね。オリジナルで作る場合はいいんですけれども、例えば、幸せなら手を叩こうという曲があります。これは坂本九さんが歌っている幸せなら手を叩こうは、これはね権利があるんですね。これは確かね編曲かなんかでね権利があります。もちろん歌詞もあります。ただこれの元になっている、これはねどっかの国のね民謡なんですよね。なのでこの、坂本九さんが歌った、
幸せなら手を叩こうと原曲になっている民謡というのはね、ほんの一箇所ちょっとだけ節回しが違うんですね。これをねうっかりね坂本九さんと同じ歌い回しで歌うと、これこれ君何やってんだっていうことでね、時としてねえらい賠償金を支払わなきゃいけないようなね、そんな訴訟に発展したりもね、しかねないということでね、例えば、これは原曲が民謡ですと分かってても、実際その民謡の、原曲を聞いてそれを譜面に起こして、それと全く一緒にすればこれは権利消滅曲の替え歌ということで、まあ、OK なんですけどね、まあ、そんなようなことでね著作権にはね僕は、かなりこうナーバスに、取り組んできましたんでね、今までね、ほとんどね、例えば一般に世の中に、流れている曲ね、自分の曲じゃないもの、人が作った曲ね、これはねほとんど書けませんでしたね。まあ宮地さんの曲とかそういうのは別ですけれどもね、まあでもねこれはYouTube でここで流す分にはね YouTube から警告が来ますね。これは権利のある素材を使っているので、この権利を持っている人があなたのブログ上にっていうか、あなたのまあこのラジオ上にね広告を載せたりしますよと、それでもよければこの曲自由に使ってくださいみたいなね、警告が来ますね。でそういうまあ広告が嫌な人はすぐこれを削除してくださいみたいなね。だからね一応これは YouTube がフィルターになって、著作権を侵害してるかしてないかね、これはどうもね判断してくれるようなので、これからね僕は自分のあの曲に限らずね、かけたい曲はね、まあ、問題がない限り、どんどんかけていきたいなとはね、最近ちょっと思ってますのでね、この前から言ってるクラプトンのブルースだとかね、サンタナの、曲なんかもね、ちょっとかけていきたいなとは思ってます。それで、今日ね、この N44 さんのお便りの後に、かけたいのは、さっきかけましたね、レイ・チャールズのWhat I Say ね、これはね、掛け合いの部分だけを聞いていただくためにそこだけちょっと流しましたけどもね、まあそれはそんな失礼な話はないのでね、レイチャールのファット愛せ、これは実況録音版、これはスタジオ録音版と書いてありましたかね、それをねちょっとね聞いてみてくださいね。アリシーのね、若いレイチャールズの、歌っていますファット愛せ。レイチャールズさんでファット愛せを聞いていただいておりますね。なんともいい、素晴らしいですね。この独特のねこのしゃがれ声と、なんとも言えないこのメロディーのね、こうフェイクというか崩し方というか、
まあこれをね、そのなんて言うんだろう、本来の歌詞通りに歌ってもちっとも面白くないわけで、やっぱりその黒人の方、ブルースマン独特のね、この崩し方といいますかね、なんともこのね、ちょっとくぐもったようなね、この声最高ですよね。僕はねレイ・チャールズは大好きですね。まあいろんな曲がありますけれども、他にアンチェインマイハートとかね、あとバラード、ジョージアオンマイマインドね、この人はね確かジョージア州のね名誉、市民ね、これはまあちょっといろいろ問題があって一度剥奪されたと思います。だけどまた復活したんじゃないかな、あと愛さずにはいられないとかね、I can't stop loving you こんな歌ありましたね、アクエリアスにもね、まあね、そんなね有名な曲いっぱいあります。晩年は、桑田佳祐さんのエリーマイラブなんかもね歌ってみましたね。素晴らしいですね。僕が言ってるブルースっていうのは、僕はもう典型的なね日本人ですからね、こんな風なことは到底できませんね。僕とレイ・チャールズの間にクラプトンがいるとね、あの方は白人ですからね。ブルースというのはまあ大きく黒人ブルースと白人ブルースね、こんな風に分ける方も見えるし、例えばアメリカの南部ね、南部のブルースと、あと北の方のシカゴだったりとかのブルースとかね、まあいろんなね、ブルースにはジャンルがありますけれどもね、レイ・チャールズの What I Say を聞いていただきました。それでは、引き続き、いつものレギュラーのコーナーです。ユーニャの部屋。ラジオ63短めユーニャの部屋、もうすっかり冬ですね。お鍋が本当に美味しい季節、何のお鍋が好きですか？私は自分で作る鶏団子の、鶏鍋が大好きなんです。なるほど、うまそう。もうこのね、一行だけで、ね、なんかよだれが出そうですよ。僕はねいつもお腹が空いてます本当にね、鶏ひき肉にネギ、しいたけ、たまにレンコンとか入れて、生姜もたっぷり入れて、こねこね、そして丸丸丸丸丸、とっても温まり美味しいですよ。なるほどね、それはうまいでしょう。ちゃんこっていうのもこの鶏団子が入りますよね、ちゃんこ鍋ね。純くんにおかれましては、ライブ前とアルバム制作の佳境に入っていらっしゃる中、そして腰痛の中での毎日は大変なものだろうと、体が思うように動かせない歯がゆさともどかしさは半端ないだろうと思ってます。まあそうですね、体が思うように動かせない歯がゆさありますね、イライラしてきますね。そして、長い腰痛生活から本当に権威のある先生に出会えることができてよかったです。その出会いが、来年以降に向けて意味があるんだろうと思っています。うまくいくことを信じて願って祈っています。本当にねありがとうございますね。我がことのようにね、心配していただいてね、でいい人に出会えて、この出会いが来年以降に向けて意味があるんだろうとね、あるといいですね。そんな気はしますね。何せ厄年はね今年で終わりですからね。そして、それから、猫ちゃんだより、ニト君、ニーチ君の、亡くなったピータンさんが戻ってくるのだろうと、そこで待っている姿はとても無邪気でとても愛おしく思えました。そうですね、何でしょう、不思議ですね。それでね、特にニト君ですね。ニト君はもう十分大人のはずなのに、ピータンがいなくなってからねものすごい甘えるようになりましたね。それまではね絶対そんなことなかったんですけどね、なんだか僕が腰痛で顔しかめながらね、座ってるとねそこにね寄ってきてはねベターっとくっつきますね。不思議なぐらいだから、これも、ピータンおばさんがどこ行ったのか分かんないけど急にいなくなっちゃったとね、その寂しさからなんだか甘えっ子になってしまったんだろうかとね、そんな風にも思いますけれども、
とても愛おしく、思いました。いつもそこにいたものがいない寂しさ、ぬくもりを覚えているんでしょうね。永遠はないかもしれないけれども、できる限り同じ時間を、繰り返し続けたいものです。そうですね、いつもそこにいたものがいない寂しさ、本当にね、辛いですね。では、今回はお忙しいと思いますので短めに、本当短い、そして、今週ラジオ63、されてるかな、やってますよ、ね、しかもなんと1日早く、ね、この傍中に、さあ今週の土曜日、冬空の下、また同じ時間をソウルダイナで過ごしましょう。そしてライブでは熱い熱いステージで、皆様一緒に盛り上がりましょう。では17時頃に横の駐車場にて、ショートユーニャの部屋でした。ユーニャさんありがとうございましたね。気を使っていただいて、まあやれなきゃやれないでいいんだよとね。でもやるなら、負担にならないようにということでね、短めの、ユーニャさんの部屋を送っていただきました。ありがとうございました。17時、そんな早く来なくてもいいと思いますよね。17時半開演、18時、ごめん、17時半会場、18時開演ですね。会場時間のちょっと前にお越しいただければよろしかとね、思いますけれども、そんなことでね、ユーニャの部屋でした。ありがとうございました。それではね、ここで先ほども言いましたね、今回はね、新曲を、第一部で一曲聴いていただきましたが、次はさっきからね、うるさいぐらい言っているね、まあこれね、興味のない人には実につまんないかもしれません。正直言うとね、ちょっとね、まああるヒントにもなるかもしれませんけれどもね、僕のねとても好きなね、曲ですね。クラプトンのブルースを聴いてもらいますね。エリック・クラプトンでね、 I'm Tall Down。 Go home. Love you in the morning and in the evening too. And every time you leave me, I get mad with you. When I'm tall down, I'm more level with the ground. Well, I feel like this when the baby can't abound. クラプトンのブルース、トールダウンを聴いていただいています。このね、今ちょっと後ろに流れてますね、まあね、なんとなく軽快なブルースじゃないですかね。こんなブルースでね、例えば僕がね、ヘイ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 とかって言うとね、聴いてるお客さんは熱狂してヘイ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 って答えるわけですよね。これがね、コール&レスポンスですね。ヘイ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 って簡単ですよね。ヘイヘイ言ってるだけですからね。ヘイヘイを予作みたいなもんですけれどもね。まあね、こんな感じですね。まあ本来ブルースっていうのは もっとスローテンポの、もの、まあも多いですね。ただまあスローブルースっていうのはね、なかなかちょっとね難しいですね。こういう場所でね、まあアクエリアスをね熱心に応援してくださった方に聞いていただくには、ちょっとスローブルースはね、まあ辛いかなとね。やっぱこういうテンポがあればね、まあそれで楽しくね体も動かせるということでね、まあそんなことでね、クラプトンのね、
I'm Tall Down というブルースを聴いていただきましたね。それではね、以上をもちましてね、本日、原純ザレディオ第63回目は終了にしたいと思いますけれども、まあ、明日ソウルダイナーにね、お越しいただけます方はくれぐれもね、気をつけてね、お越しくださいね。幸い雪の話は全く出てないので、天候的には問題ないと思いますけど、まあ、かなり寒いですからね、くれぐれも暖かい格好をして、そしてあまり早く来ないようにね、してくださいね。そしてですね、ここからちょっとね、お店からの、お願いがあるんですけれども、何ですか、ちょっとね、明日はスタッフの方がね、ちょっと数が少ないようでね、で皆さんにご迷惑をおかけしそうだというようなことで急遽連絡が入りましてね、こういうことです。つまり明日は実はちょっとスタッフ不足で、セルフサービスとさせていただきたいですということで、受付でチケット購入、これは別に前売りも当日もありません。いつものようにチャージ制ですので、ただチケットという形で入り口で購入していただき、入場していただく形にさせてくださいと。それでまあいつもと一緒です。チャージが2500円、そしてドリンクが500円ということで、最初に3000円お支払いいただいて入っていただくということですね。そして当然お食事なんかも今まで通り出していただけるんですが、開演5分前から、オーダーはストップと。そして開演中も今までは、なんか注文取りに来ていただいたり、それから出していただいたりしてたかもしれないんですけど、明日のライブに関しては演奏中の、お食事提供は、申し訳ないんですがちょっと、差し控えさせていただきますとね、そういうことです。なので、受付にお店のだから入り口にね、どなたかがきっと見えるでしょう。そしてそこで、入場チケットを購入していただいて、チャージ2500円プラスドリンク最初の1杯分500円ということで3000円お支払いいただいて入っていただく。そしてお料理はちょっと出るのがね、ひょっとして遅くなるかもしれません。それはまあ書いてないですけど、開演5分前まで、オーダーを、受け付けますということのようですね。で、恐縮なんですがお食事もですね、セルフサービスですので、多分カウンターのあたりに行って、キャッシュオンって言うんでしたっけ、お金を払ってお料理を受け取ると。なのでお食事も申し訳ないんですが、そして最初のドリンクもセルフサービスでお願いしたいとね、そういう連絡が急遽入りました。皆さんちょっとねご不便をおかけすると思いますけれども、申し訳ありません、よろしくお願いします。僕も手伝いますよ。どうせね最初はいつもお店の中でうろうろしてますからね、なんなりとねお申し付けくださいね。そんなことでね、誠に申し訳ありませんね、一つご協力をよろしくお願いいたします。くれぐれもお気をつけてお越しください。それではね、頑張ってね明日やりたいと思いますのでね、よろしくお願いします。そしてさっき のクイズの回答もね、分かった方はね、この後コメント入れてくださいよね。明日、ライブが始まる直前にちょっとそのコメントを確認してね、ステージ上で発表したいと思いますね。そして、冒頭でも言いましたコール&レスポンスね、いいっすか皆さんね、ちゃんとやってくださいよね。そんなことでね、明日はね皆さんね一歩ね大人の世界に踏み込んでみましょうね、そんなことです。それでは、本日の、原純ザレディオ第63回目以上にて、終了です。どうもありがとうございました。さよなら。